あったプライベートの話だと、あ、私コンタクト変えたんですよ。なんか私何してても結構目をこうやって細めちゃってて、例えばこの今ここにあるなんだろう髪を見るにも目を細めちゃうぐらい目が悪かったんですよ。けどね、眼科に行って新しいコンタクトを作ってもらったんで、なんかもうすごいの、世界が一眼レフっていうか 4K みたいに見えますね。すごい、なんかもっと早くねコンタクトの度を上げればよかったって思いました。でもね、皆さんゲームのやりすぎには注意してください。私みたいになっちゃうので。あと何したかな、あ、昨日私サウナに行きました。なんか最近よくサウナでなんだろう整うみたいな聞くじゃないですか。そんなサウナが私なんだろうな得意っていうか、暑いのが苦手なのであんまり整うとかちょっとわからなかったんですけど、いや久々にね汗をかいて水風呂に浸かって楽しかったです。しかもね一人で行ったんじゃなくて友達と行ったんですよ。それがねかなり楽しくて、なんかあいいなサウナみたいな風に思いました。ここからは事前に皆さんからいただいたメールを紹介していきます。ありがとうございます。ラジオネームおっちょさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。無事に初回放送をたくさんの笑顔とちょっとの早口過去笑で終えましたが、周りからの反応はどうでしたか？また終わった後に反省会などしたのでしょうか？私は楽しくあっという間の1時間に感じたので、次の放送がさらに楽しみになりました。これからも放送を楽しみにしてますね。ありがとうございます。周りの反応はさっき言った通りの反応なんですけれども、終わった後のその自分がねこの喋ってるこの映像だったりとか音とかは今この生なので結局後では聞けなかったんですけど、やってた実感というか的にも、あ早口だなみたいな思うので、ちょっとね滑舌がそんなに良くないくせに早口なので、やっぱもうちょっとゆっくりね喋るようにしたいなと思ってます。でもなんかさ、好きな話だったりさ友達と喋ってる時とかってもうどこまでも早くなるんじゃないか自分みたいな思っちゃったりして、いやもうちょっとねゆっくり喋れるようになるか滑舌を良くしたいなと思います。でも早口言葉一個言えるんです。聞いてください。かもしかもしかも確かに仕方がわしかなんでもない。続いてのラジオネームに行きたいと思います。ラジオネームじゃないメールだ。はい、ラジオネームデネボラさんからいただきました。ありがとうございます。泉さんこんばんは。こんばんは。先週の初回放送楽しく拝聴させていただきました。マガジンが好きだったからミスマガに応募したという話は初耳だったので、すごい行動力だと思いました。ちなみに私はマガジン作品はあまり通ってこなかったのですが、3年ほど前にアニメきっかけでアヒルの空にハマって今も大好きです。泉さんの好きな漫画のお話やマガジン作品にまつわる思い出などいつかじっくり聞ける機会があるといいなと思ってます。おー、そっか。私は逆にねこうマガジンからなんだろういろんなアニメにハマったというか、アニメとか漫画にハマった人間なので、逆にねみんながさアニメ好きだったりとか逆に違う趣味だったりとか、どういう風にさ趣味が趣味になったのか気になるなって思います。私がマガジンを好きになったきっかけは、あの恋と嘘って漫画あるじゃないですか。アニメとかもあるし、なんか最近朗読劇とかも決まったりとかのあるんですけど、それはね私は普通になんか絵がすごい可愛いなと思って、結構、ま、少女漫画っぽい雰囲気があったから買ったんですよと思ったら、ま、内容的にはちゃんと少年漫画な感じで、で、あ、マガジンかみたいな感じでハマったのがきっかけで、そこから五等分の花嫁を読んだりして、あ、マガジンって面白いなっていうので進撃の巨人とかいろんな方向に進んで漫画のオタクになりましたね。あ、なんかこうやって辿ってみるとハマったきっかけって何かあるんですね、みんなちゃんと。ラジオネーム和田さんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。先週ラブライブが好きとおっしゃってましたが、ラブライブのキャラクターで誰が一番好きですか？あとできればその一番好きなキャラの自己アピールをかりんちゃんがしてほしいです。あ、ラブライブか。ラブライブミューズだと私はねニコちゃんが好きです。可愛いですね、あのツインテール。なんか私もさ、なんかもうちょっとなんだろう背が低くて髪の毛長かったら、ああいうツインテールもやったのかなってふうに思いますね。あとこの前さテレビで再放送しててラブライブのさミューズのやつやってたのって結構前じゃないですか。だからなんか
すごい懐かしいというか久々に見たので、その時ねたまたまお姉ちゃんとお父さんが横にいて、3人とも、まあ、ラブライブ好きなんですよ家族。お母さんアニメあんま見てないんですけど、その3人でうわーやばいユーズだって言ってましたね。このあとできればその一番好きなキャラの自己アピールっていうのは、自己アピールってどういうことですか？そういうことですか？やばいよこれは、やばいよ。絵面大丈夫かな。じゃあちょっとやりますね。にっこにっこに、エコいらないです。エコいらないよ。いやまあでもね、みんなやりますよこれは。あーちょっと恥ずかしいな、この部屋ちょっと暑くないですか？なんか暑いような気がしますね。はい、そんな感じですかね。たくさんのメールありがとうございました。